毎週水曜日は県内の SDGs の話題をお伝えしています。今回は17の目標のうち5番目ジェンダー平等を実現しように関して福島市が認証している女性が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を紹介します。この日行われたのは福島市働く女性応援企業と障害者雇用推進企業の認証式。福島市は8年前からこの制度を始め、今では働く女性応援企業は延べ72社、障害者雇用推進企業は16社が認証されています。今回初めて認証を受けたのは県内のグルメやお出かけ情報を載せた月刊誌などを手掛ける SCC です。 SCC は従業員25人のうち18人が女性で、管理職の5割を女性が占めています。子どもの看護休暇や育児のための休暇などがありまして、1日は有給としています。それから時間外の制限ですとか免除、あと短時間勤務の制度もあります。実際に産休・育休を取得した社員が実感した働きやすさとは。復帰するときは月刊誌の復帰ではなくて、実は別冊とかちょっとこう長いスパンで作れるものの方が時間のやりくりだったりができるんじゃないかっていう、体調が悪い時とかもまあまああったんですけども、その間も仕事 の配分ですとかいろいろ上司ですとか同僚の皆さんがこうちょっといろいろ考えてくださって。他にも退社後の家事の負担軽減のため職場で食材を受け取れる配送サービスなどが導入されています。培ってきたキャリアを自分のライフステージに合わせて両立しながらやっぱ働いていってもらうことで、生き生きと私生活がすることで会社でもいい仕事ができるようになるのではないかなと思います。女性社員の働きやすさは会社の大きなメリットにもつながっていました。